で、背中触らさせてもらうと、さっき触った時になんか背中が柔らかくなってきてるんですね。ということは、足の疲れが背中に上がってきてたよってことなんですよ。まだこの辺痛いけどね。で、まだ背中しっかり動いていきますね。ふわっと。おっ、切ってなった。今まで溜まってた疲れがいっぱいあったってことですね。背中は大丈夫って方が多いので、もっとしてくれって言うので、あの足をちょっと強くしてるんですよ。そうなんですか。はいはい、背中も痛いですけど、めちゃくちゃ。ね、この辺ね。肩痛いな。肩痛いね。肩ガチガチですよ。肩痛いの。痛い。ここどこ？そこめっちゃ痛い。だいぶしんどかったでしょ。整体三つ道具でございます。ここから先はね、そんなに痛がられてないので、まあね、ついでにね、私の解説でも聞いていただこうかなと思っております。背中とかね、肩甲骨のところをしっかり緩めていってるんですけれども、この 背中とか肩甲骨っていうのはね、やっぱりね、皆さんが求められる場所なんですよね。ですのでね、ここをしっかり押さえてる動画っていうのをね、たまには流しておこうかなと思ってね、こうやってね、編集してます。で、やっぱりね、YouTube 撮影される方で受けられて、初めの方はね、あのこの方モデルさんも痛がられてたんですけれども、うちの店にわざわざ来られる人っていうのは、背中を押さえても全然痛くないっていう人がやっぱりほとんどなんですね。なので、全然ね、痛がってる動画っていうのはあんまりないんですけれども、この方は少しだけね、やっぱり痛がられてたのでね、初めの方を流しておりました。で、やっぱりね、ここね、押さえてる場所、このちょうどね、胃の裏のあたり、この胃の裏あたりがね、特に皆さん硬くなりやすいんです。で、何回か説明させてもらってると思うんですけれども、背中の骨と、まあ、あの腰の骨の、変わっていくところのあたりになってくるので、どうしてもね、胃の裏のあたりっていうのがね、ガチガチに硬くなりやすいんです。で、構造学的にもね、どうしてもこの辺の形っていうのがね、変わっていきやすい場所ですから、この辺をね、しっかり緩めてあげるとね、実はね、肩甲骨の方とかもね、よく効いてくれますし、あとね、腰痛にもよく効いてくれる場所ですね。ですからね、皆さんもね、できたらね、ここの場所をね、しっかりと緩めてあげてみてください。自分でね、なかなかできないっていう方もね、マッサージ、じゃない、ストレッチポールとか、あとね、骨盤職人さん
とかね、骨盤職人って言って、まあ、背中を押さえるやつがね、アマゾンとかで売ってますから、それでね背中をねぐいぐい押さえて伸ばしてあげると、やっぱりねこの辺って効果的に伸びてくれますから、ご自身でやってみてください。まあそれ以外にね、全然自分では持ってないっていう方、そんなの買いたくないっていう方だったら、ゴルフボールとかテニスボールとか、あと野球のボールとかをね置いて、そこをコロコロしてあげるとやっぱり効果的だったりとかします。で、問世整体三つの部、私は旅行に行く時も背中を伸ばすためのグッズをね持って行ってたりとかしてね、背中を伸ばして自分でね、しんどいなって言って伸ばしたりとかします。あとはね、そういうのがない時とかはベンチの角でとかで背中の胃の裏のあたりをねグイッと押さえてあげるとね、あよく伸びてくれるなみたいな感じでね伸ばしていたりもしますね。で、そこをねやっぱりしっかり伸ばしてあげるとね、背中がガコンって言ってね、骨がズレがってがも、入ってくれる音がしてくれたりとかするので、私もやっぱりこの胃の裏のあたりっていうのが固めになってるのかなと思います。で、正人先生にもねこの辺をやってもらったりとか してもやっぱりねガチガチだっていうふうに言われてますからね。あ、そうそう、正人先生といえば、また、この動画ねもう流れてる7月にね、なんていうの、独立開業されるようになりましたので、正人先生の方もね、絶叫しちゃう生態でしたらねの方もね、YouTube チャンネルで見てあげてね、応援してあげてください。私のね門前生態三つの部はもう一人きりになっちゃいましたから、これからね全然私ばっかり、のね動画ばっかりになっちゃいますけども、どん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 こうやってね人を痛めつけていきますから、ぜひぜひ見てください。新しい、告知ですね、そうそう忘れてました、門前生態 MAX3 に変わります。またねそれのための動画も撮ろうと思ってますけどもね、この動画をご覧の方はねお先に伝えておきましょう。門前整体 MAX3 になって何が変わったかって言ったら、首と肩にね中心的にねぐいぐい押さえる動画になっていきます。動画はね撮影できるのはねまだまだ先じゃないになるんじゃないかなと思うんですけれども、受けられてる方、ね皆さん来られてる方ね、2023年7月1日からMAX3 に変えていってるんですけども、受けられた方は気持ちよくて、やっぱ終わった後でまたすぐ予約取ってかれたりとかする方もおられたりとか、あとね効果的だっていうので終わった後がねすごいスッキリする、あと目が見えやすくなるとかね、門前整体 MAX3 のね凄さをね皆さん実感していただいていると思います。なのでね、まあねこれ見られてね、お先生またそんな新しいことしてんのかよっていう風にね思われた方はね、ぜひねまた来ていただいてね受けていただくと、うわすげえ MAX3 かよみたいなね感じでびっくりしていただけるんじゃないかなと思います。特にね首肩をね、まあ、今までもやってたんですけれども、一部の方にはやってたマニアなやり方をもう一般にもやっていこうというふうな感じで、やってみたら皆さんね、ここだそこだった、先生それだっていうふうに言われることが多くなってきているので、それをやっていこうと思っております。まあどんな感じかっていうと、首をね横から横に向いてもらって横から押すっていう風なやり方なんですけども、角度が変わるだけで全然劇的に変わるんですよね。で、私も今までやってたんですけども、首に赤い跡がついたりとかもするのでどうしようかなと思ってたんですが、まあそれでもやっぱり皆さん楽になるっていう風なね声の方が大きいので、マックス水をちょっとねこれからねどんどんね悶絶させていこうかなと思ってます。ですからね、またね新しくなった悶絶整体マックス3をちょっと楽しみにね、奈良まで、時間ある方はねぜひぜひ来ていただければなと思ってます。まあそんな感じの、こんな感じのね話をしてたらね、どんどんとね緩んでいってるんですけれども、やっぱりね肩甲骨付近ってね皆さん大好きですから、そこにねとか肩周り首周りにもっともっと時間を費やしていこうっていう風のがね門前整体 MAX3 の方向性になっております。ですのでこれを見ていただいた方、また変なことを始めたのか門前整体っていう風に思われた方、この音声聞かれた方はね、ぜひぜひね、あくそまたあいつかと思っていただければいいんじゃないかなって思ってます。で、足回りとかはねもう全然皆さん痛がられなくなってきているので、やっぱりね初めて来られた方はねやっぱりガッチガチですけれども、それでもね、なんていうのかな、背中とかをもうしっかり緩めていってあげた方が効果的になりますので、そこをねしっかり緩めていきます。で、この背中ね、さっきも言ったようにね、野球ボールとかでも伸ばせますから、自分で伸ばしながらねMAX3 とか本当にやばいですからね。
マックス3本当に背中痛くなってますから、首がかなり効果的に効くので、やられた方はやっぱり、ね、効果が出てるって言われてますから、まあ、ぜひね、皆さんそれ体験にね、しにあのコロナも明けちゃいましたからね、時間作って奈良まで来てください。じゃあ今回のね動画はここまでになりますかね、これからもね皆さんまたね、動画をね楽しみにねチェックしに来てみてください。痛がらない方もねおられる動画も多いんですけれども、そういう時はねモンデス生態三つ子のねこの一人のね喋りを楽しみに来ていただければいいんじゃないかなと思います。ではね、またね、じゃあね、バイバイ。